その前にこの永井の胸の落としも非常にいいものがありました。同世代の2人から玉田入ってきます。田中ハイバーは運動量は90分落ちない。中盤で藤本いいパスをどんどん出す。玉田また永井だ。玉田さあダニルソン小川手を挙げた。永井エリアに迫ってくる。クロスが入ってきた。いいボールだ。シュートは決まった。名古屋先制。田中歩夢の先制ゴール。最後ダニルソンがね、やっぱりこれアンチから一枚出てきましたよね。一枚そうでしたね。やはりこのもう一つ後ろからの攻撃、長谷川さんのおっしゃる通りになりました。名古屋グランパスが先制しました。後半の17分です。ここでね、やっぱり1枚ね後ろから2列目 2.5 列目の選手が出てったからこそですねフリーになりましたしね、はい、いやこのね最後のヘディングもね素晴らしかったですね。落ち着いてましたね田中は。どうしてもこうやってボールが横に動いてそしてサイドに行って、はい、で無理して縦につけたところをインターセプトされてカウンターということになりやすいんでね、はい、ここは藤本ふわっとしたボール上に落としてダニエルソンがキープ。サイドへ流して田中ハイマークロスを上げる。ファーサイドは長いか。藤本がコントロールしてここは小川。トゥーリー上がってますからね簡単に入れてトゥーリーはファーサイド、さあまだタブトゥーリーは前線です。トゥーリーが競る前が空いた。田中シュートゴール追いついた。田中のゴール前半27分。1対1名古屋グランパス追いつきました。さあまたゲームが面白くなっています。今シーズン好調の金崎リーグ戦今シーズン3ゴール目。いや力でねじ伏せましたね。このトゥーリー上がってましたから、はい、これ阿部との競り合い方なんです。線路がうまいんですよ、それとこれ玉田のスルーですね。そうですね、非常に玉田も後ろから走り込んでた金崎は分かったんだと思いますけ ど、 なるほど、コントロールしないでスッとこうね、スルーして、はい、決定的な形作りましたけど、ただその前に、マスカット、さあ右に繋いでいきます。うおーナイスだ。ナイス、前へ抜け出した。ボールをキープ、右を使う小川。リアルのボール決めたぞ。いや追いついた名古屋グランパス。欲しかった欲しかった同点ゴール。1対1同点に追いつきました。立ち上がって拍手を送るストイコビッチ監督。後半の27分です。飛び込んだのは順吾ですかね。これがゴールシーンです。小川が右に抜け出して、あ、相手に当たりました ね、 ね、藤本から小川、きます。ボールはダニルソン、西光、藤本純吾、いや、いいパスですね。スイッチをシュートありますよ。でケネディ、素晴らしい復帰戦、自らのゴールで追いつきましたグランパス。それほどのパワーシュートではありませんでしたね。コースがいいですね。まあ、先ほどダニルソンもそうでしたが、宮さん、この位置はもうこのクラスはシュートレンジなんですね。うわ、まあ、これはキーパーしょうがないですね。これは取れないですね。よく言えばこのディフェンスがもう少し押したいですよね。ニアへダニウソン、田中雄介からつなぎます。大島、トゥーリオが行く。体を入れて名古屋ボール前線の向きに移動。まあ、金崎サポートに玉田、左は長いセンター金崎、粘って深いところ長いだ、切り返す
足元金崎シュート1点差。最後は藤本、これで分からなくなってきました。そうですね、シュートもいいシュートですよね。落ち着いて左足で巻いてますよね。あ、でも縦に速いに加えてこうメリハリつけるのを神戸が目標とするのであれば、三浦さんおっしゃった要素はちょっと足していきたいでしょうね。そうですね、あのやっぱり確率っていうのもで、あ、シュートありますね。小川良純、これもありますよ。もう一回な、これはもらったのは藤本、パス、ね、右足だから、ケネディ、トラップ流れたんでシュートが打てない、入れてきた、チャンス、シュート来た、鎌田です。鎌田右足ですか、利き足ではない右足フィニッシュ。鎌田シーズン3点目、名古屋先制しました。アシストケネディ、まあ、ケネディ選手ね、今トラップミスして、まあ、あれしかないクロスですよね。それを鎌田選手しっかりね、右足で、利き足じゃない右足で面で当てましたよね。このトラップがいかなかったんですね。流れたんですけど、これしかないんですよ。これを面で当ててますよね。ニアに言いました玉田、ね、あれを足を振りに行くとボールってとんでもないとこ行っちゃう可能性があるんだよね。この後そう、これしかないんですよ。これですね、うん、もう本当この得点はこれしかないですね。お見事、うん、